はい、どうも、ゆっきーでーす。今回は、こちら JPS。売ってるとこがありました。自販機にね、割と近くの、俺の家から近くの、ね、自販機に、やった、置いてたーと思ってね、まさかここに売ってるとはと思ってね、購入してきました。こちら420円。で、タールが11ミリのニコチンが 1.0。まあ、ほとんど、タール値は、あれと同じですよね。ラッキーストライクと同じ。となってて、こちら書いてあります。チャコールフィルターとちゃんと書いてありますね。ラッキーストライクにはここに書いてなかったんですけど、ここにチャコールフィルターって書いてあります。チャコールみたいですね。まあ、一応分解してみましょう。パカッ。ふわか一応チャコール。ということで、どれぐらいチャコールが入ってるかなーっと。どこだ？こうか。あ、ラッキーストライクと同じ感じっすね。こんな感じ。つぶつぶの。うん。これを分解してみますと。あ、ラッキーストライクと全く同じ。ほぼ半分がチャコールフィルターで、もう半分がプレーンフィルターってなってますね。うん。あ、来たね。こんな感じ。チャコール、プレーン。で、二つが組み合わさってるパターン。あ、バラバラだ。JPS もチャコールですね。それではね、やった久々に吸えるぜ !JPS。久々にいただきまーす。あー、このマイルドさ。あー、ラッキーストライクと同じタール値なのに。このマイルドさ。そしてこの洋木感のある香料、香り。あー、こっちの方が香り強いんじゃねえかな。ラッキーストライクよか、こっちの、洋木感的な香りが、こっちは強い気はするんだよな。ただ、辛味はほとんど、感じない。マイルドな。あー、この香り。この香りがたまらんのよ。マジで。ああ、生きててよかったーって思える。ああ、この鼻に抜ける香りー、たまらんわ、マジで。これぞ、JPS。頼むから、タバコ屋っていうか、自販機なくなんでってほしいな。JPS 売ってるところ、まあないんでね。ほとんどないんで。ああ、この洋木感がめっちゃ強いっすね。うん。ラッキーストライクはなんか、結構辛いっていうのがあるんで、あんまり感じられないんだよね。洋木の香り。うわぁ、たまらんな、これ。たまらん、この香り。ああ。
この優しくね、鼻から出すとね、ものすごい、うわぁ、洋木っていう。いや、なんていうのかわからないけどね、香りがすごいんだよね。この特有のね、洋木とか、ラッキーストライクとか、あと、マルボロっぽい香りね。あーういーあーうーあーこれはすごい。もう、焦点するレベルの香り。これほどいい香りのタバコ、ないんじゃない？これほど洋木感あふれる、香りのタバコないんじゃないかな？しかも値段も420円と手頃な価格だしね。なんでこれ売れないのかな？結構、売れてないみたいでね。ああ。生きててよかったこれはたまらん。五つ星デデーン。ご視聴ありがとうございました。